ビョルンボルグ、または、ビヨン、ボルグ、スウェーデン語読みでビィオンボーリは、スウェーデンセデーテー出身の元男子、プロテニス選手。ジミー・コナーズや、ジョン・マッケンローラと並んで、男子テニスの黄金時代を築いた、名選手の一人である。全仏オープンに4連覇を含む6勝、ウィンブルドン選手権で5連覇を達成した。4大大会通算、11勝は、ロッド・レーバーと並ぶ。 男子歴代6位大記録。1974年の全仏オープンにて、18歳で4大大会初優勝。全仏オープンでは、1978年から1981年まで、全人未踏の男子シングルス4連覇を達成する。同大会の通算優勝回数6は、当時男子歴代最多記録となり、フランスの往年の名選手、アンリ・コシェの 4を上回った。1976年にウィンブルドン選手権で初優勝し、1980年7月5日に同選手権で大会後連覇を達成した。ジョン・マッケンノーとの3時間55分に及ぶ決勝戦はテニス史に残る名勝負として語り継がれている。しかし、翌1981年の同選手権決勝でマッケンノーに6から4。 6から7、6から7、4から6で敗れ、大会6連覇を逃した。ウィンブルドン選手権の男子シングルス連覇記録は6、連覇が最高であるが、これは大会黎明期の1881年から1886年に、ウィリアム連勝が現在とは異なるテニストーナメントのシステムで樹立したものである。前世紀には赤土コートの全仏オープンと、 芝生コートのウィンブルドン選手権を共に3年連続で制覇した。しかし全米オープンでは4度の準優勝に終わっている。1976年と1978年はジミー・コナーズに1980年と1981年はジョン・マッケンローに決勝で敗れている。全豪オープンは1974年の一度出場したのみで、この時は3回戦で。 フィルデントに敗れた。ビョルンボルグは1983年1月に当時のトーナメントスケジュールの過密さに反抗し26歳の若さで突然の現役引退を表明した。1987年に国際テニス殿堂入りを果たしている。その後1990年夏に全世紀に使用していたウッドラケットで現役復帰を試みたが失敗に終わった。 私生活では1980年にテニスプレイヤーのマリアナ・シミオネスクと結婚するも、その後離婚。現役引退後は、下着ブランド事業の失敗など数多くのトラブルに見舞われたこともあり、公の場にあまり姿を見せてこなかった。1997年全仏オープンの表彰式に、ボルグが登場し、グスタボ・クエルテンに優勝カップを贈呈した。2007年ウィンブルドンにおいて、 ボルグは引退後初めて男子シングルス決勝戦を観戦し、ロジャー・フェデラーが自らの記録であるウィンブルドンを連覇に並ぶ瞬間を見守った。翌2008年全仏オープンでラファエル・ナダルがボルグ以来となる全仏オープン4連覇を達成する。2008年ウィンブルドンでフェデラーはナダルに4の6、4から6、7から6、7から6、7から9で敗れ。 1880年代の連勝以来の6連覇を逃した。初優勝したナダルは赤土の全仏オープンと芝生のウィンブルドンの連続制覇を成し遂げ、1980年のボルグ以来28年ぶりの偉業を達成した。ボルグは前世紀にウィンブルドン選手権での芝生コート41連勝の最多連勝記録を樹立したが、フェデラーがボルグの連勝記録を更新し、 2008年ウィンブルドン決勝で、ナダルに敗れるまで65連勝の記録を作った。当時のスウェーデンにおいて、同い年のアルペンスキー界のスーパースター、インゲ・マルステンマルクと並び称される国民的、英雄である。ボルグは、重いトップスピン主体のグラウンドストロークを得意とし、当時のウッドラケットにストリングを80ポンド以上という、素材の強度ギリギリの硬さに張っていた。 この時のウッドラケットダネはウィルソンをしのぐほどの人気でウエアのフィーラ、シューズのディアドラにおいても主が使用したことで一世を風靡した。コート上では常に冷静沈着なことからアイスマンと呼ばれ死の代名詞である。トップスピンは彼の強烈な回転系のショットから広く一般的に言われるようになった。このことがボルグが現代テニスの父と呼ばれるゆえんである。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。